はい、どうでしょうこの風景。めっちゃいい絵。いや本当に。人が少ないけど海は綺麗よねここ。ねえ本当に綺麗なところ、綺麗なところでこの新鮮なサザエちゃんが育っております。もうすぐしたらこのあの部位が黒い部位が置いてるところが増えますからね、ボカッと。ああそうなんや。これカキ養殖するから。ここで採れてるひじきとふのりも、でもこれもすごい。確かにラベル半分ぐらいでもいいかもね、サイズが。中見えないね。中が見えない。お写真撮ってももう中身見えない。はい、なんかね商品の検討をしております。人がムービーを撮ってるというのに横でベラベラと喋っている人がおりますが、いやーいいねー。汁代がもったいないですよね。すごーい。この素敵な絵を皆さんも目に焼き付けといてください。大乳島に遊びに来てねーねーしんちゃん。はい、お願いします。照れております。これだけでもすごい多いもんね、はい、じゃあまたねー。鍋丸々なるよね。